2000年スペイングランプリは2000年 F1 世界選手権の第5戦として2000年5月7日にカタロニアサーキットで開催された予選ではミハイル・シューマッハがポールポジションを獲得2位がミカ・ハッキネン3位ルーベン・スバリチェロ4位デビット・クルサード5位ラルフ・シューマッハ6位ジャック・ビル・ヌーブとなった決勝ではスタートで シューマッハが、ハッキネンより、わずかに遅れたためラインを外れたが、優位を保つためにコースを横切り、ハッキネンをブロックした。後方ではラルフがスタートに成功し、バリチェロの因果は、クルサードのアウトから3位に浮上した。その後ろではビルヌーブが、ハインツ・ハラルド・フレンツェンとヤルノ・トゥルーリを抑えて6位で、走行する。まもなく戦闘グループは3つに分裂した。 シューマッハとハッキネンが第一グループとしてトップ争いを繰り広げた。ラルフは3位でクルサードとバリチェロを従え第二グループを形成した。第三グループはビルヌーブ、フレンツェン、トゥルーリにジェンソン・バトンが加わった。だが21周目にビルヌーブは機械トラブルのためリタイアした。24周目、シューマッハが3秒のリードを保ってピットインする。 7.3秒で送り出すが、慌ててスタートしたため燃料クルーが怪我を負ってしまう。25周目、バリチェロとクルサードがピットインする。クルサードは二足ギアを選択。バリチェロのピット作業はいつもより時間がかかった。それでもバリチェロはクルサードの前でピットアウトしたが、それはラルフがピットストップ後も彼らの前にいたことを意味した。26周目、ハッキネンがピットインする。 ソフトタイヤで走行していたが、思いのほか垂れなかったため、ピットストップ後のシューマッハとの差は0.6秒にまで縮まっていた。トゥルーリもピットストップで問題が生じ、その後ろではバトンとフレンツェンが6位を争っていた。シューマッハは、レース序盤のようにハッキネンを引き離すことができず、その差は0.4から0.8秒で推移していた。その後ろではバリチェロはラルフに対して、 クルサードのようにプレッシャーを与えられなかった。レースは5位のクルサードが39ラップ目にピットインするまで同じ順位が続いた。バリチェロとラルフは順位が変わらないままであった。クルサードがペースを上げて両者の前に出て、ラルフはフラストレーションが溜まったバリチェロの前にいた。その後方ではバトンがフレンツエンの前で6位を保つ。十一ラップ目にシューマッハとハッキネンは共に、 ピットインした。シューマッハは給ユリグがうまく入らず17秒を費やした。シューマッハはペースが上がらず、その間にハッキネンは1周あたりおよそ1秒ずつリードを広げた。そして、クルサードはシューマッハに1周ラップあたりおよそ1秒ずつ差を詰めていった。47周目、1コーナー手前でシューマッハはイン側に寄ったが、クルサードはアウトから抜くことに成功した。 50周目、ラルフが10コーナーでシューマッハにオーバーテイクを仕掛けるが、もつれてる間にバリチェロが一気に2台をパス。ラルフはシューマッハをパスすることはできた。シューマッハは直後にピットインし、順位変わらず5位でコースに戻った。左リアタイヤが空気漏れを起こしていたため、ピットストップ後はペースが回復した。63周目、 バトンのエンジンがトラブルを起こしたためフレンツェーンが6位に浮上する。結局ハッキネンがシーズン初勝利を挙げ、クルサードが2位となり、マクラーレンが1から2を達成した。3位はバリチェロ、4位がラルフ、5位がシューマッハであった。ハッキネンはこれで1998年と1999年に続いてスペイングランプリ3連勝となり、 クルサードも3年連続2位となった。ありがとうございます。